僕はゴークリハです。ダンジョンエンカウンターズ続きをプレイしていきたいと思います。本日は26回からスタートです。では行きましょう。あれ、コントローラーが、ああ、いいねいいね。最寄りの不明者、あ、最寄りの不明者で思い出した。月27回、26、27、28回かな。とりあえず27回、27回か、27回を後で探してみよう。砂漠のマップはちょっと歩きづらいから大変だね。うわ、一回で解けるのつらい。やめてくれー、やめてくれー。これで一体倒せて一体解けるでしょ。マリアル5。あれ？マリアル 5? あ、マリアル4。いいぞいいぞいいぞ。マリアル5。1250。いいですね。パルチザンよりもうちょっとなんか、ジョアユーズでも660だもんね。どうやったら武器屋増えるんだろう。なんか違う、どうなんだろう、違うかもしれないけど、こう何かしらでゲットしたアイテムが武器屋に並ぶような感じがするね。もしくは敵に遭遇したらなったりするのかな。C7 スカルドラゴン。よっこいしょ。今変わらずメモしております。メモしなくても、イベントブック、バトルブックで見れるんだけどね。いやー、しかしよくできたゲームだねー。こう、上下の階とマス目がすごくマッチングしてるわけじゃないっていうね。こんなにマス目あるのにね、今回1300マスあるんだ。前回1200弱だったよね、25回は。43番。ガーゴイル。飛行か。
魔法の方がいいかな。まあ、ランダム。ラウラギとエルバが、魔法しか使えへんもんな。飛行相手には。よし、オッケー。メイナサルのレベルが上がりました。南、違う、東75の南45とか、なんかそこら辺にいるのかな。近づいたり遠ざかったりするもんね。あー、で、前回25回、これの1回上の回が、一マス、踏めてないんだよね。自分の踏み忘れなのか、こう何かしらで上の階、下の階からワープで行くのか。ちょっとそれがわからないから、なんともだけど。ちょっとそれもどっかのタイミングで確認したいね。パルチザンでいっか。よくないけど。加害締め。スコピー。クレイモア。これで即死攻撃はないはず。メイナサルとエルバの物理攻撃を。ああ、しまった。下だ。どうにかしたいね。下攻撃が正解だったな、メイナサル今。守備が一瞬で解けるんだよな。防具も。どげんかしたいな。まず上をやろう。よいしょ。これで上の方は踏破できたはず。また殺人チェアがいるのか。殺人チェアが倒せないね。うわ。くそー。マリアルで溶かして、エルバで溶かせるかな？よし、オッケー。あ、そっかね。アビリティ回復もしたいんだ。ファフニルは溶かせないから、マリアルで、魔法溶かして、うわ、痛いね。マランダムで、よし、オッケー。あー、どうしようかな。ロング砲で、クレイモアで、微妙に足りん。あ、やめて。まあ、ランダオールさんか。ランダムの方のオールはな、ちょっと、
怖いよね。やっぱ振れ幅がすごい大きいから辛いね。またいるの、殺人チェアさん。魔法が一瞬で溶けたの。まあ、とりあえずでも倒しますか、優先的に。倒せない。こいつはスピードで勝てるかな。セスパーレがペロンチョ。よし、止まらん。あー、やめてー。うーわ、がっつり持ってかれたね。これもう戦闘不能回復できひんちゃうか。ああ、だよね。ゼロだもんね。マランダオールはいらないね。おお、セスパールさんのヒットポイントが1000超えました。33番、地図問題4。地図問題4、レベル1。地図問題4のレベル2とかがあるってことですか？おっと？ちょっと待って。こうなってて。こうなってて、こうなってる。ん？ここか。頑張って見つけよう。でもなんか結構特徴的な形ではあったから見つけやすいのかな。どうだろう。で、最近、アビリティ回復マスが、見当たらないから、どっかで、うーわぁ。乱数が、乱数いいの引くね、向こうも。どこにアビリティ回復次マス目が出てくるんだろう。そこまで待った方がいいのか、回数戻った方がいいのか。ただ回数戻るとなるとアビリティ回復21回まで戻らない、自分のメモによるとだけど21回まで戻らなきゃいけないっぽいから、ちょっとそれは大変だよね。 C8 ミノタウルス、ミノタウロス。ヒットポイント5200。まあ物理防御も魔法防御もない代わりにヒットポイントが高いですよっていう。あ、ウィザード強い版だ。ウィザード強い版だけど、メイナサルとセスパーレでしか攻撃できない。攻撃できないんだけど、どっちにしても倒せへんのか。うわ、1300。接触。
これで、ウィザードの魔法がセスパーで来たら危ないよな。ああ、よしよしよし。はあ。あれ？飛行じゃないんだ、ウィザード。魔法反、あ、そうだな、魔法反射としか書いてないか。しまったな。じゃあ倒せたじゃん、普通に。エスパーレのレベルが上がった。あれ？さっきヒットポイント1000いったのって。あ、ラウラギさんか。間違えてた。道が入り組みすぎてて。わからないよ。迷子だよ。今はこう、まだ踏破してないとこは、色がさ、白いからさ、進むべき方向わかるけどさ、この後こう何回も同じ回を行き来したりするときが大変だよね。41番。3体かー。どうしようかな。まあ、即死攻撃は。ああ。即死攻撃の前にメイナサルが狙われたか。で倒せへんのだよな。セスパーレに攻撃いかんとラウラキ倒れちゃうね。よし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 。この階には回復マスはないのかな。1000マス超えたよ。40番なんですか。おう。あー、逃げよう逃げよう。4人全員生存してたら、ちょっと戦いたかったけど。ここなんかあるんちゃう。ないわ。なかったわ。29階まで行けば移動装置があるはずだから、できれば21階まで戻ったりとかこう、して、回復探しに行くよりかは29階まで行ってしまいたい。ん？左端にマス目がないのに白い数字があるね。なんだろうあれ。88番。バトアビ。瀕死攻撃力倍。
妊娠の時に攻撃力が倍になるのはわかります。増加します。ただ何倍かは書いてない。あとは右の方の右の方ジャンプした方が早いか。もしや中須クリニック、当てるわけじゃない。あれ、あと13マス。あと13マス。どこ？え、さっきの88番みたいにさ、あったわ、そこに。あったわ。25回がさ、終わってないってメモしとかないと。27回行きましょう。あ、あそこお買い物市場じゃない。あそこまで頑張れ。あそこまで頑張っていくよ。あ、ちょっと待って。1、0、0、0、0、0、0、0。あ、いた。わーちゃんいた。わーちゃんここね。不審者発見って言いそうだった。不明者発見のアビリティ開いといてよかった。なるべく回復を優先させたいが、マス目を踏むのも忘れずに。なんかここ意味ありげな形だな。後でクイズに使われたりするかな。そもそもクイズって、もう踏破した場所、出たりすんのかな？これ中洲？中洲クリニックかな？中洲だと困るんですけど。中洲だけ困るんです。つまんねえ。この45番とかも、あ、上から回り込めば、いけなくはないのか。まあ、ただジャンプしちゃいましょうか。ジャンプ。まずは回復したい。まずは回復したい。アビリティも回復したい。アビリティ変更6。ヒットポイント回復して、いいですね。ウィザード魔法典、マリアル5、1個買って、あ、マリアオールさん、来た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 。マリアオール3、1個買って、まあ、ランダムは6だからいいでしょ。あー、装備しよっか。マリアル5と、12コスト14で、うん。で、マリアオール3、12から18で720、いいですね。
スケルトン重装備店。ガレアっていうのが魔法耐久力。チェインメールも一個買って。魔法防御。メイナサルかセスパールか。チェインメイル。17、マミー服店。ダブルブレスト。ダブルブレスト。もういいね。いいんじゃないですか？ヒメラ武器店。クレニモアは装備してるもんね。ハルバードってのが出てきたね。ランダムで2700か。あ、で、スコピーをもう一個買って。今、パルチさん装備してるから、ハープーンっての欲しいよね。1250。ロングボウをスコピーに変えます。ん？ちょっと待って、1100、1250、1250。うん、うん、ここだな。パルチザンがちょっと弱いな。で、物理防具1500の950、1500の。ペソタス変えたい。ペソタス変えた。これか。ペソタスを、せめてこれに変えた。ペソタスを三角帽子に変えます。まあ、930。ちょっと、ワンちゃんも変えたい。よし。ワンちゃんもペタソスから三角帽子に変えます。ちょっと弱いけど、まあでも。盾とマントは、今んとこまだいいかな。いや、宝飾店か。これ。これのダメージを、上げたいね。防御力がちょっと下がるけど、割にダメージが上がるんだったら、まあいいんじゃないかという方向で、行こうかなと思いますが。93って強いんちゃう？キラーマンティス。倒せる気がしないので逃げましょう。逃げられなかった。逃げられなかった。マジで。まあいいけど。よし。43番。いっぱいいますねー。とりあえず、殺人チェアをなんとかしたら。うわ、守備てか魔法がいっぺんに解けた。パルチザーン。悩ましいね。ペーランスだった。まあ、スコピーで倒します。クレイモアで攻撃して、
まあ回復が近いから誰か一人でも生き延びればいいかなという感じで行きましょうか。線も削れるの怖いよな。うわ、辛いね。ここやって、ヘルバで、パルチザンで、一人確実に倒しますか。で、ラウラギはガーゴイル攻撃できひんから、こうするしかなくて、スコピーで攻撃、スコピーで攻撃、あとはこのターンみんな生き残れば。よし、オッケー。オッケー。メイナサルのレベルが上がってヒットポイントが1000超えました。おめでとうございます。回復、買い物が27回の、回復が27回、真ん中。アビリティ回復も27回、真ん中。回復したやん。なんで2回やった。おーっと、偵察機強い版？あ、違うな、弱い版だな。死のカード、え、こいつ怖そう、怖そうなんだけどさ、倒せへんねんな。確実に落としとくか。また間違えた。落とす相手をまた間違えて。どういうことですか？ちょっと待って。落ち着け。落ち着け。頑張れ。大確実に落とします。で、ここはダメです。そしたらここ攻撃するしかありません。物理ならね。まあ、ランダムで死んじゃいそうです。溶かします。スネークヘッド。うわ。あ、素数攻撃怖い。キメラ倒せないけど、こうして、魔法で仕留めた方が早いか。そうでもなかったわ。危ない。よし。回復しに行くか。鉛の腕をゲット、レベルアップ。ハンドクツヤ。この、ここら辺アイテムの恩恵ってどれぐらい感じるんだろうね。スコピーを倒すには、確実に行くんであれば、物理だけで。よし、OK。
エルバのレベルが上がりました。ワンワンをワンワンを。で、これが溶かせんのかい。そっかそっか。じゃあ、どっちにしても、ラウラギさんは物理攻撃で飛行いけないから、溶かすか。全員魔法でいくか。これが6割出ればいいでしょ。むっちゃ低乱数やん。どうした？これでいけるやろ。いいね。今、高乱数出されても。なんか手に入れたね。何で手に入れた？頭か。頭。おー、装備コスト4で1000上がる。セスパーレさんがどんどん強靭になっていく。狂った人じゃないよ。強い人の方だよ。魔法が反射されてしまうので、物理で全部行きましょう。どれも大して変わんないんだけど。これが一番堅実かな。あ、堅実じゃない。堅実とは何ですか。堅実とは何ですか。80残るやんけ。そういえば、ここ27階は970マスなんだね。さっきの階1300マスあったけど。ファミリティポイントが増えました。C級グルメ。C級シノカード。鉛の腕は、ピッケルハーベこの人か。ガレー。敵からもらうアイテムで、店頭にこう武器が並ぶんであれば、敵と戦った方がいいんだけど、倒さないといけないのか、戦闘になっても逃げるだけでいいのか、そこがわからんね。
削れへんねんな。あー、どうしようかな。マリアオールで溶かして、これ、倒せるかギリギリセスパレで。あ、倒せそうですね。スネイクヘッド。マランダーム。メイナサルの守備と魔防がゼロになっとる。マリアオールで溶かして、あと魔法で行きましょう。3番。殺人チェアーがいるから先にどうにかしたいね。パルチザンはスカル。階段が見えたね。なんか意味ありげな意味ありげな上の方やな。1500。スコピーで上攻撃して、セスパーレさんの魔法が解けた。メイナサルのレベルが上がりましたよと。
しようかな。間違えた。そこを攻撃するつもりはなかったんだ。スコピーで終わるからね。うう、2連続やられたら辛いな。レベルが上がったよ。あれ？あと5マス。あと4マス。どこ忘れたんだろう。ちょっとね、砂漠のマップはね、色の変わりが見にくいからね。あるとしたらここら辺？ここ踏んでないね。いや、でもここはもうあと全部踏んだか。どこだろう。あ、ついでに、じゃあそこを探しに行くついでに、ちょっとワンちゃんを置いて、さっきの人、移動させとこう。敵は全部倒してるから、安全に、あ、ここ通ってない。あ、よし、オッケー。あれ、さっきの人どこだっけ。91-33。下の方か。91-33、ここだ。よし。レベル27、レベル30。こっちの方が高いか。あ、左側ルート通った方が早かった。よいしょ。フラガーラッハ、おー、2400。ブリガンダイン。ブリガンダイン。すっと。あー、速度が上がるのか。はい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 。で、クレーモアの代わりに、フラガーラッハ。2400、いいですね。ダブルブレストの代わりに、チェインメール。回復はいらない。よし。上の方。よし、じゃあ今回はここで終了にしたいと思います。また次回をお楽しみに。バイバーイ。